仕事終わり、ふと立ち寄ったパン屋さん、店員さんがくれた一切れのパン。いつもは街灯を頼りに歩く道、今日は違うよ、だって夕日が少し見えてる。今月一番ハイな時間、何の変哲もない塩パンの切れ端、この世で一番おいしい食べ物だと思ったんだ。本当だよ、思わず買った塩パンを2つ、店員さんの笑顔が眩しくて虚勢を張った。家に帰っても一人なのに塩パンを2つ、なんでなんで、家に帰ったらめっちゃ普通。一番おいしかったはずのパンが普通、めっちゃ普通。どこへ行ったの、輝いたはずの世界、あの胸の高鳴り。どうしてこの部屋はこんなに暗いの、先週電球変えたとこなのに。本当は分かってた、あの時と違うのはパンじゃなくて自分の心。またいつか早く帰れたら、あのパン屋に行こう。ひとときの夢でもいいから、きらめく世界よ、もう一度。ランララ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 ラ